UT11C 型コンテナとは、日本貨物鉄道輸送用として、席を編入している20フィート、内容席11立方メートルの危険品、輸送向け主流コンテナである。UT11C-3UT11C-11 UT から10化、ビ所有、イソプロピルアルコール専用。11日本石油輸送所有、アイソゾール300専用。 UT11C-5004-5001 から5004化、リック所有、オクタジエン専用。5005から5008、5054、5055、東洋陰気製造所有、合成樹脂クリア塗料専用。5009日本石油輸送所有、1.24、トリメチルベンゼン専用。5010 50 50 50、5011、5020、5021、 5073オロナイトジャパン所有、石油添加剤 A 専用。5012から5019化生物流所有、テトラヒドロフラン専用。後に、ヘキセンマイナス1専用に、さらに後にエチレングリコール専用に変更。5022から5027、5030から5035、5058から5066ダイブ、ケミカル所有、アクロレイン専用。 5028、5029 50化生物流所有、危険物汎用。5036関西テック所有、絶縁油専用。5038から5053イセル所有、アクロレイン専用。5056、5057強国運油商事所有、過素材専用。5074、5075、5078、5079東和合成所有。 アクリル酸ジメチルアミノエチル専用。5076、5077ニチリ所有。アクリル樹脂溶液専用。5080中谷運送所有。グリコソルブ専用。5081から5086関西化製品。輸送所有。ハイアルカリ専用。最大総重量13.5トン。 UT11C-8006 から8026の改版とみられている。UT11C-8027-8001。日産化学工業所有。クロルスル本産専用。最大総重量23.7トン。古希百系積載限定。8000日産化学工業所有。クロルスル本産専用。最大総重量19.5トン。 古期百景積載限定。8003から8005三菱ケミカル物流所有、オキシエンカリン専用。最大総重量23.0トン。古期百景積載限定。8006から8026神岡工業者有、農硫酸専用。最大総重量23.7トン。神岡鉱山名古屋間専用。古期200.106積載限定。 専用種別の性質上、タンク帯には侵食性が強いことを意味する、新という文字と、金水という文字、そして、84という数字が表記されている。空コンテナの場合は、フォークリフトの使用が可能であるが、積コンテナの場合は、フォークリフトを使用することができなくなるので、トップリフターを用いる。2006年を最後に、コンテナ輸送が終了。その後は、 関西化成品輸送所有となり、ハイアルカリ専用、最大総重量13.5トンまたは、ハイエンカカリウム専用、最大総重量15.0トンに変更。古期200.106積載限定解除。後に、ハイアルカリ専用へ変更したものは、UT11C-5081 体へ、海板化。8027高砂運輸所有、食用輸出専用。 最大総重量14.0トン。梅田新座館専用。ありがとうございます。